垢抜して張りのある色っぽさ。こんにちは、ガクです。今回はちょっと変わった粋な日本古典を紹介します。それはこの本、九鬼周蔵粋の構造です。本書は日本人特有の美意識である粋という言葉を取り上げ、粋な人間が持つ3つの要素を体系的にまとめた本です。本書から何が学べるか、それは粋な生き方です。きっぱり決断する精神、異性に、あの人魅力的と思わせる心の在り方、粋な人生とは何か、これらのことがこの動画で学べるでしょう。本書はどんな人におすすめか、それは異性に好かれる色気を手に入れたい人におすすめです。皆さんの粋な人のイメージってどんな人でしょうか。気遣いのできる人、礼儀正しい人、悪口を言わない人、人を喜ばせる人、ファッションセンスがある人など様々ありますよね。そもそも本書で語られている粋とはどういうものか。実は粋というのは江戸と京都では呼び方もニュアンスも少し違っていたってご存知でしょうか。江戸では粋、京都では粋と言います。象徴的な比喩として京紫と江戸紫があります。江戸紫は青紫色、江戸っ子たちは頑固で男っぽいイメージの時に粋を感じていました。これは歌舞伎で有名な助六ゆかりの江戸桜という演目で、主人公の助六がつける鉢巻きがこの青紫色なのが影響しているそうです。彼の荒っぽく潔い性格は多くの人々に愛され、江戸っ子の中で粋のシンボル的存在となりました。対して京紫は赤紫色、京都人は高貴できらびやかなイメージの時に粋を感じていました。赤紫は皇室に好まれた色であったのが大きく影響しています。皆さんご存知、聖徳太子が作った冠位十二階の最高位大徳の色がこの赤紫色だったのが名残としてあるそうです。周蔵曰く、京都の粋を土台としつつも江戸の粋が全国に総じて広まったと言われています。ここまで粋の概要をさらって、いよいよ本編に入ります。最初に九鬼周蔵の生涯を紹介します。次に粋の構造を理解する上で最も重要なポイント、粋な人間に備わる3つの要素を紹介します。ここまで見ていただければ、最初に紹介した言葉、垢抜して張りのある色っぽさという言葉の真意が理解できると思います。そして最後に本書を通して九鬼周蔵が伝えたかったことについてお話しします。まずは彼の生涯から見ていきましょう。九鬼周蔵の生涯は、東京で生まれ、ヨーロッパで哲学の基礎を学び、京都大学で教鞭を取った人です。九鬼周蔵は明治21年1888年に生まれます。父は九鬼隆一、隆一は福沢諭吉から勉学を学び文部省に入ったエリートです。欧米の美術事情に精通し、その知識を生かし帝国博物館初代総長を務めた、とにかくすごい人でした。そんな彼は何人もの妾がいました。それはこんな魅力的な男、多くの女性はほっとかないですよね。九鬼周蔵は二人目の妻、初の子として生まれます。初は祇園の芸妓でした。父親は激動の明治初期を駆け抜けた男、世界中を駆け巡り日本の再建に尽力していました。そのせいで実の父は全然家にいません。それが原因で母初は隆一の元部下岡倉天心と不倫をしてしまいます。それがあってか両親は徐々に冷めた関係になり、後々離婚します。周蔵は当時の自分を振り返り、ずらされた世界の裂け目から降ってきたものと自分を卑下していたそうです。そして周蔵は生まれたことへの疑問から哲学を学ぶようになります。周蔵はその後東京大学哲学部を卒業しています。大学院に進み、33歳の時ヨーロッパに留学します。ここでドイツの哲学者フッサール、
フランスの哲学者ベルグソンといった名だたる哲学者たちから教えを受けます。しかし修造は自分の内面に潜む情感に対する答えが見つからないと苦しんでいました。自分の抱く寂しさ、恋しさ、あるいは日本の物の哀れみたいなものがうまく説明できないと感じていました。そんな心を埋めるかのように修造は夜の街で遊ぶことが多くなっていきます。一流の哲学者にどっぷり触れ、帰国した修造は京都帝国大学の文学部教授となりました。その頃の修造は毎日のように祇園から人力車で出勤するような私生活を送っていたそうです。そんな彼の夜遊びの経験をもとに作られた本がこれから紹介する粋の構造です。修造は粋の構造の中で粋な人間だけが持つ自他の在り方を説明してくれます。これから話す粋の構造の3要素を理解すれば、大人っぽく見える人間の特徴、また多くの芸能人や有名人たちに備わる色気の正体を理解することができます。では前置きはこのくらいにしていきましょう。久喜修造、粋の構造。ここからは粋だと言われる人々に共通する3つの要素をお話しします。結論から言ってしまうと、次の3つが粋を生み出す要素です。それは媚態、粋地、諦めです。まず媚態からお話しします。媚態とは男に媚びる生めかしい女の態度、また人に取り入ろうとする態度を意味します。え、粋の要素として相手に取り入ろうとする態度が含まれているの？と思うかもしれませんが、そうなんですね。これこそ粋を生み出す第一要素なんです。この理由を一言で言えば、粋事とは色事であるからです。もともと粋というのは異性に対して取り入ろうとする様を色っぽく言い換えた言葉です。ざっくり言ってしまえば、カッコつけみたいなもんなんです。修造曰く、粋とはあなたという自己が異性と出会い、関係を持とうとするときに生じるものと言います。人間という生き物は寂しさや恋しさを感じるとき、異性との関係を求めます。ここで自分の世界に異性を入れることで相手との距離感が生まれます。すると男女は探り探り言葉を選び、異性との距離感の中に粋な行動を見つけ、相手との余白を埋めようと試みます。これこそが粋の生まれる瞬間です。つまり粋というのは異性と出会い距離を縮めようとする仕草に生じる刹那的な現象を言います。しかしただ異性に取り入ろうとする態度が粋の条件というわけではありません。もっと限定的な関係性を指します。それは媚態という言葉からもわかるように、普通の男女関係では粋を醸し出す要素にはなりません。修造はこれを強調するように、媚態とはその異性との関係が常識的でないことを含んでいると念を押しています。常識的でない関係とはどういうことか。端的に言えば、それは昔で言う花魁、遊女との関係、今で言う夜遊び、ワンナイトラブみたいな関係です。逆に愛し合う夫婦、仲の良い恋人という関係に浸る人は粋の要素である媚態を消滅した姿であると言われているんですね。ちなみにこの真反対、愛人みたいなベタッとした関係は粋なんかじゃありません。それは粋の真逆、むしろ野暮な関係だと言います。これを聞くと、なんかスケベな男がそれらしいこと言って女遊びを肯定しているように聞こえますよね。一体何を学んでいるんだと少し迷子になってしまいます。なので私なりに解釈すれば、ここで伝えたいのは2つのことです。一つは、緊張感のない関係性に息の入る余白は生まれないということです。さっきも言いましたが、私たち人間は孤独を恐れるので人を求め寂しさを埋めようとします。しかしその距離が近すぎては息の出入りする距離感が失われます。ピタッとくっついた深い関係に浸るとほのぼのとした幸せを得ることはできます。ですが二人の関係に息を入れる隙間はなくなり、異性としての色気、艶っぽさ、生めかしさのようなものがなくなると言っているんですね。
ですから2つ目に、どんな関係であろうと一定の距離感をどこかで意識する人が息のある人であると言いたいんです。例えば世間では、この人何考えてるかわからないけどなんか惹かれるなって人いますよね。私がパッと浮かぶのはタモリさんなんかはまさしくこれです。タモリさんは呪術つなぎにゲストを呼び、フリートークをしていくという企画破りな番組を何年も続けてきました。そこから醸し出される大人の余裕とグラサンで視界を隠す演出は、知性と愚かさの絶妙なバランスを保ちつつ、粋な男の香りをプンプン匂わせます。この相手に近づこうと見せながらも決して極限まで接近させない様が粋の第一要素なわけです。そしてこの媚態の出入りを可能にするのが、次に紹介する粋児です。粋児とは育児とも言います。育児なしの育児です。粋児とは自分が思うことをどうしても通そうとする気持ちを指します。まあ頑固者みたいなイメージですね。現代人は意地っ張り頑固な姿勢を極端に嫌う傾向があります。しかし江戸時代では、武士は食わねど高用事とか、宵越しの銭は持たぬというように、生き地を通すやつは生きだと考えていました。例えば豪華絢爛な衣装を身にまとう遊女たちは、男を手玉にする芸だけでなく高い教養も身につけていたそうです。なぜなら遊女たちは決して自分を安売りしていないからです。私は金なんかで動く女じゃない、女の意地ってものがあるんだ、そうして自分を難攻不落の女として生き地を見せるところに、男たちは粋な香りを感じクラッとさせられたわけなんですね。粋児というのは、言葉を変えればドライな関係とか緊張感のある関係と表現でき、難しく言えば個人主義と言えます。つまり粋というのは個人主義の自覚でもあるんです。他人を寄せつけてもどこか一線を引く、決してピタッとくっつくことを求めないんですね。しかしそこに生まれる空白に相手は粋を感じるわけです。この余白の美という考え方は、茶の本でも解説していますので、ぜひこの動画も見てみてください。また修造は、この余白を作る美意識というものを、たった2枚の写真で的確に表現しています。それは、この2枚の女性の裸写真です。1枚目は西洋の写真、メディチのヴィーナス。もう1枚は浮世絵の湯上がり美人です。修造は2枚の写真を比べ、湯上がり美人は粋なエロさを極限まで引き出した傑作であると言います。修造が評価するポイントは3つ。1つは、薄い布を羽織らせることで体のラインを極力隠しているところです。こうすることで受け手の想像の余地を残している。2つ目に、湯上がりという題材を取ったことで平凡な日常に潜むエロスを受け手に予感させます。3つ目に、体を軽く傾けることによって異性に向かう能動性が感じられ、受け手はさらにエロスを覚えると言っていますが、なんだかネチッとした変態感を感じますよね。最後の理由に関しては、想像力が豊かすぎると思ってしまいます。でもなんとなく彼が言いたいことはわかりますよね。つまり人間関係も芸術も余白を残すところに想像という可能性が生まれるということです。生き地のある人間というのは、自分だけの世界観を大事にします。決して相手に全てを委ねず、きっぱりと境界線を引きます。そういう張りのある人間に人々は粋を感じ、人間として魅力を感じるわけなんですね。そして修造は、美体生き地を持った人間はどこかに物事の執着を捨てた態度、定感が備わると言います。これを修造は諦めという言葉を使い、粋の最終構造に挙げました。最後に紹介するのはこの諦めです。これまで粋な人間というのは、相手を思いやりつつ相手に執着せず、あっさりとした心持ちを持っているとお話ししました。修造はそこに隠されたどこか執着を諦める精神が、粋というものを最高潮に高めると言います。これは仏教でいう
諸行無常に近い境地を指しています。花は咲いて、いつか散る。人間も同じで、生まれて、いつか死ぬんだから、何かに依存するのはよしなさい。こういった考えを男女間に持っている人間は、生きの真骨頂を発揮すると言いたいわけです。つまり、諦めの境地に達した人間は、仏教の世界観に基づく、無常を前提にした人間関係を築きます。新たな関係を築くことは求めますが、嫉妬などしません。去る者も追いません。ただ、定観を持って、自分の人生の軸をぶらさずに、生きに行きます。修造は、この究極的な生きの状態をこう表現します。垢抜して、張りのある、色っぽさ。垢抜しては、諦めを含む、さっぱりとした姿。張りのあるは、生き地を含む、気高さ。色っぽさは、美体を含む、生めかしさ、と表現しました。以上が、九鬼修造の語る、生きの構造です。では、ここまでお話しした、生きの構造を含めて、九鬼修造は、本書を通して、何を伝えたかったのかについてお話しします。最後にお話しするのは、九鬼修造が本書を通して伝えたかったことについてです。ここでは、あくまで私の見解でお話しします。ズバリ、修造が伝えたかったのは、諦めの心を持って、何事も諦めるな、ということです。諦めの心とは、すべては無に帰るという定観の心を言います。この心を持ちながらも、せめて生きている間は、自分のやりたいことを見つけ、成功させてやるんだ、という自分の生き地を通す。そんな、儚くも美しい花のような人生を日々意識できる人間は、他人に自分の時間を預けません。するとそこには、人々を魅了する生きの香りが漂います。生きな人間と野暮な人間の決定的な違いとは何なのか。それは、他人に依存する人間か、自分を大事にし、他人と付き合える人間か、ということです。アナ雪の歌、ありのままで、でも、同じような歌詞がありますよね。ありのままの姿見せるのよってやつです。みんな、この歌詞に共感できたのは、現代社会の中では、ありのままに生きられないと感じているからですよね。しかし、ありのままでいいと決心するのは自分自身ですし、意外とあなたを気にしているのはあなただけだと気づけば、あとは心のあり方次第です。もしあなたが粋な人間でありたいと思うなら、自分自身の熱中できることを持つことが大事です。それこそ他人を気にする暇のないほど熱心に取り組めるもの。それさえあれば世間体なんてどうでもいいと自分と世間に境界線が生まれます。これがあなたにきっぱり決断する精神、異性に、あの人魅力的と思わせる心の在り方を与えます。生きの構造という本は多くの人々に解説されており、参考にできる本がたくさんあります。本書についてもっと深く知りたいという方は、参考にした本を概要欄に貼っておりますので、ぜひ一読してみてはいかがでしょうか。以上で終了となります。このチャンネルでは他にも、絶対に読んでおくべき名著や、絶対に知っておくべき偉人についての動画を出しています。動画の内容が良かったら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、良い一日を。